以上、3対4の組み合わせ手段をしまして、勝者、赤コーナーパンチ王子。これより、アイシングを第10試合、アンダム級、5分2ラウンドを行います。アウトコーナー、185cm、61.2kg、アコシス、充実アカデミー福岡所属、小鈴康信。赤コーナー、171cm、61kg、総合格闘技道場、トモネ会所属、パンチ山内。はい、取扱い注意の第10試合。取扱い注意の選手は僕と同門の選手なんで ね、 そうですね。バンタム級、パンチ山内選手 VS 小鈴安井選手ですね。小鈴選手は九州の方で勝ちまくってるって聞いたんですけどね。そうですね。ターゲットでも2戦2勝で、はい、まあ、強い相手だと思いますね。まあ、パンツ王子の、まあ、パンツ王子と呼んでるんですけど、まあ、交換固めがいつ出してくれるかっていう、そこが交換固め、ね、期待しながら応援してたんですけど、はい、でもこのパンツはちょっとシオンは嫌ですね。いやいや、一滴ね、カッコつけて紫色に変えたんです。でもやっぱり自分はこれやなっていう、紫は欲求不満の色ですからね。でもこっちのうまいですね。そうですね。どっちかというとあのオフェンス型 の、 その充実化ですよね。結構ディフェンスベースでこうやる選手多いんですけど、うん、積極的に攻める選手ですね。小鈴選手は中に入りたくて、パンツ選手は離して戦う、ロッケリを離していくっていう感じですね。小村会ではなんかみんなパンツさんと言ってますね。まあパンツですね、うん、まあ、僕は王子って呼んでるんですけど、パンツ製の王子ってことで。パンツ製の王子流行るかもしれない。いいっすね。そのやっぱ蹴りを常にやっぱ練習してるんでね、うん、足が長い。小鈴選手も絶対くっついたら、まあ、小鈴選手のペースだと思うんですけどね。そのパンツ選手はやっぱ決められない技術が高いんでね、逃げるのが上手いんですよね。なるほど。で、小鈴選手に何回も多分ポジション許してると思うんですけど、うまいこと逃げるんですね、この試合は。ちょっとこんにゃく型ですね。そうですね。こんにゃく。いやでも今回のそのパンツさん、パンツ王子、はい、はい、積極的ですよね。そうですね。今回今グラウンドになってますけど、はい、まあ立ちも、まあ、距離取りながら、はい、うまいこと戦ったと思いますね。かなりでも今回ね、その強豪ということで、あのプレッシャーかかってたんじゃないかなというのは。小鈴選手も多分これやりにくいと思うんですよ。あの手足が 長くて、それで距離入らせてもらえてないんでね。そうですね。だからタックルいっても切られますよね。プレッシャー耐えながら前出てますね。そうですね。小鈴選手、ここでやっぱり倒しておきたいです ね、 そうですね。そこでやっぱ勝負変わってくるんでね。小鈴選手、そういう選手なんでね、うん、パンツ の、 あの後ろのマークが気になりますね。これ何なんですかね。トラですか。イチゴです、ちなみに。イチゴ。でも今さっき パンツ選手のローキックが結構効いてきてましたね。そうですね。やっぱりリーチが違うと試合は、そうですね、うん、やっぱリーチやったら やりづらいですね、うん、でもその代わり中に入られたらリーチ長かったら、うん、まあ、やられる確率も、まあ、高くなってきますけどね、うん、まあ、こんなおーでも、うん、今のは甘いんですよ。いつもあのバック取らして逃げるんですよ、うん、に似つかわしい動きですよね。そうなんですよ、うん、あ、クマさんだ。あ、一応じゃなくてクマさんですか。
毎回違うんですか。毎回違いますね。毎回っていうか、どうでしょうね。これ外れたりしないんですか、あのパンツは。あれどうなんですか。もちろん、それがすごい気になって、もうちょっと動いたら見えるんじゃないですか。今回からライジングオン、あのロングスパーツは禁止ということで、でこれはパンツ選手、あの危機的状況だなぁと言って本人だいぶ悩んだんちゃいますよ、ね、完全パンパス状態、ね、これでも小津選手がポジション取る、あ、いいですね。今の10時ちょっとタイミング良かった、形入れてましたね。その勝負の一瞬の一瞬でやっぱり決める力があるかないかで、全然やっぱりポジションも変わってきますからね。かなりの集中力ですね、今回パン選手ね。そうですね。いや、もう引退しようかなんていう話もちらほら、あの本人からなんかね、あの弱音のようなつぶやきがあったんですけど、どうしてどうしてって感じですよね。なんかロングスパッツにしなくてよかったみたいな感じですよね。まあこれ原価継ぎでね、次から使ってもらったらいいと思います。ちょっと微妙微妙ですけど、まあまあ原価継ぎに。ちょっとあえて立ち上がれたですね、やっぱここは。ね、もう今の総合の試合は絶対常に下になったら下で勝負、まあ、僕的には勝負しないです、うん、確実に。もううまく立ち上がって足を外に出して立ち上がる。そこですよね。もうこの試合でも完全に。そうですね、完全に上取ってますもんね。取ってますからね。ジャッジ杉村。なんかちょっと、パンパスです、ね、パンパスがちょっとすまらないという本人今回でも嬉しかったと思いますよね。まあ、小津選手もいい選手だったんで ね今回ちょっとあのいい試合でしたね。そうですね、多分やりにくかったと思いますね。小津選手の力が出なかったって感じですね。そうですね。